フランス第三共和制は、不仏戦争さなかの1870年に樹立した、フランスの共和政体。1940年に、ナチスドイツのフランス侵攻による、ビシーフランス成立まで存続した。初期は、議会で、君主制の復権を掲げる勢力が多数だったが、君主の性質などをめぐりボナパルティスト、王党派など様々な対立があり、気を逃した。 最終的にレジティミストのオス・シャンボール・ハク・ワンリが1883年に没すると世論は共和制容認が大勢となり、選挙でも共和派が多数を占めた。結果として、王政復古の望みはついえ、共和制の名が公的に現れるようになった。1875年憲法は、第三共和制にその基礎となる二院制と会務の一元主義型、 議員内閣制を制定した。また、任期7年の共和国大統領が名目的元首となり、上下両院による多数決で選出されることが定められた。第三共和成果では、新たな植民地、インドシナ、マダガスカル、ポリネシア、大規模な領土西アフリカを含むアフリカ領土を20世紀までに獲得した。20世紀初頭の議会政治は、 中道右派の民主共和同盟によって進められた。そもそも民主共和同盟は中道左派勢力と結集したが、共和制が定着するにつれて保守勢力となった。第一次世界大戦以降、特に30年代後半に急進党を中心にした左派との政治的対立が激化した。第二次世界大戦によるナチスドイツによる占領。 フィリップ・ペタンを主席とするビシー政権が誕生したことでフランス第三共和制は終焉を迎えた。フランス第三共和制は70年で歴史を終えたが1789年のアンシャンレジーム崩壊以降の生態としては現在のフランス第五共和制も含めて最長のものとなった。 ガンベタの共和国宣言不払戦争中の1870年9月2日、ナポレオン三世はセダンの戦いで捕らえられて捕虜となった。共和制への移行を求める運動がパリ中に広がり、1870年9月4日、ブルボン宮殿の議員たちの一人、レオン・ガンベタがパリ市庁舎で共和国宣言を行った。ルイジュールトロ首相軍の主犯として、 国防政府が成立、第二訂正は崩壊した。国防政府は、戦争を継続する姿勢をとり、プロイセン軍による、パリ包囲後も、内省のガンベタは、気球で脱出、トゥールで、国民軍を組織するなどして、抵抗を続けた。だが一方で1月末には、プロイセン軍のパリ市内への砲撃が始まり、敗色の王厚となる中で講和が模索され始めた。 1871年2月8日に議会選挙が行われ、講和を主張する応答派が議席の多数を占めた。パリでなく、ボルドーで2月12日から国民議会が開催されると、2月17日に共和派のアドルフティエールが新政府の指導者たる行政長官に選出された。彼は2月26日にビスマルクと講和予備条約に、 超印し、ドイツに対して、アルザスロレーヌの割譲と50億フランの賠償支払いを認めた。パリコミューンの抵抗をこうした政府の弱腰な姿勢や、プロイセン軍の縮小パレード、3月3日のパリ占領は、パリ市民の噴劇を招いた。3月18日にティエールは、パリの治安回復を目的とする、国民衛兵の武装解除を図るも、兵士の一軍が抵抗した。 軍の一部がコミューンに合流し、ティエールは軍と政府関係者と共にベルサイユに退避した。一時的に国家機構が停止し、無政府状態が生じたが、市民は独自の議会選挙を行い、3月28日に革命的自治政府バリコミューンの成立が宣言された。これは世界史上初の自治政府でもあった。コミューンの政策には、 労働条件の改善など社会政策的な要素が含まれており、晩年のカール・マルクスなどがこれを高く評価したが、実際には社会主義政権と評価できるほどの政策もさほど見られず、あまりにも統治期間が短すぎた。また、内部対立を収集できずにいる間、ベルサイユ政府はビスマルクと交渉し、捕虜となっていたフランス正規兵17万人を返還させ、 コミューンの国民衛兵4万に対して数的優位を築くことに成功した。5月21日に始まった、地の習慣の1週間の間に新政府のベルサイユ軍によって鎮圧された。コミューン参加者の多くが射殺内使は、軍事法廷によって処刑された。パリコミューンの鎮圧は、多くのフランス国民にとっては、政治的安定をもたらすものとして受け入れられた。 1871年7月2日に議会選挙が行われ多党連立の国民議会が誕生した。この国民議会によって1871年8月31日に行政長官ティエールは正式に大統領に任命された。当時の多党連立政権は明確な政策を打ち出せずいたが政府内部にも左右よくアドルフ・ティエールから 急審査右クレオンガンベタまで幅広い党派があり、統制が困難であった。だがまだこの段階でも、王政復興を主張する勢力も存在し、政体の行方は定まらなかった。ティエール本人は、共和制を支持したが、この姿勢を鮮明にすると、王党派が離反し、1873年に、国民議会によってティエールは、大統領職から事実上解任された。 こうして新たに大統領になった、マクマオン、首相のブロイコともに、応答派の立場をとっていたが、議会では、共和派が勢力を伸ばしており王政復興を、牽制していた。第二帝政崩壊後のボナパルティストは、ナポレオン三世の皇太子であった、ナポレオンジェヌルイ・ボナパルトに望みをかけたが、同じような保守派でも、立憲君主制を施行し、人民主権や、 自然権は認めるオルレアン家のルイ・フィリップ一世の一族を推すオルレアニストや革命も訂正も否定しアンシャンレジームへの復帰を求めシャルル十世の直系その断絶後はスペインブルボン家の王族を推すレジティミストと競合することになった自由主義者からはレジティミストのような極端な応答派は剣をされたがその一方でボナパルティストも民主主義を標榜しながら 結局は、政治的自由を抑圧する独裁体制を、正当化するものとみなされた。議会の多数を応答派が占めていたが、レジティミストとオルレアニストに二分されていた。しかし、王政復興を実現するために交渉が行われた、結果、シャンボール博アン里が、オルレアン家のパリ博フィリップよりも、継承順位が上位であるという合意がなされた。かくして、 1873年に、安リ即位は、必死の情勢となっており、生きようよとパリ入試を果たした。安リは、王党派のマクマオン大統領に先導されて議会に、入り、王として、韓国で迎えられることを思い描いていたが、彼自身の顔面さがそれらを水泡に変えさせた。安リは王になるにあたり、復興世紀の国旗である白旗を捨てて三色旗を、 受け入れることを求められたが、断固として拒否した。彼にとって、それを受け入れることは、フランス革命の精神を継承することに、繋がったからである。こうして、王政復古の最大の抗議は去った。1875年2月に憲法が制定され、上院と下院による任意院制が取られた。また、任期7年の共和国大統領が名目的元首となり、 両院による多数決で選出されることが定められた。内閣が行政権を握り、普通選挙制の下院の力が強かった。ドイツ帝国のビスマルク最小は、ドイツの安全のために、フランスの国際的孤立を図った。クリミア戦争以前の列強体制裁構築のために、1873年に、ドイツは、オーストリア・ロシアと三帝同盟を結んでいた。 1875年4月8日にポスト紙事件が持ち上がり、ドイツ国内の世論に押されたビスマルクは予防戦争を行おうとして黙認していた。しかし、フランス外相、ルイ・ドゥカズの巧みな外交によって、イギリスのディズレーリ首相とロシアのゴルチャコフ外相を味方につけて、フランスを支持してもらい、ドイツの退仏強行姿勢を取り下げさせることに成功した。 ロシア皇帝アレクサンドル2世とゴルチャコフは、自らベルリンを訪問して、独仏関係の調停に乗り出している。こうして、ビスマルクの野望は、三帝同盟の切り崩しに相次いえた。1876年2月20日と3月5日に、第三共和国憲法に従い議会選挙が行われると、上院では、王党派、下院では、共和派が優勢になった。 こうした中、応答派の立場を取る大統領のマクマオンは、恩賢共和派のジュール・シモンを首相に選ばざるを得なかった。その後、大統領と会員の対立が深まり、根っからの応答派であったマクマオンは、翌1877年の5月16日の危機で5月17日に、シモン首相を解任した。10月に議会を解散させて、再び議会選挙を実施したが、 共和派の勢力が衰えることはなく、外交の切り札だったルイ・ドカズ外相をも失った。1876年7月には、ロシアのゴルチャコフ外相と、オーストリア・ハンガリーのアンドラーシ首相とは、秘密協定のライヒシュタット協定を締結して、ロシアのベッサラビアとコーカサス、オーストリア・ハンガリーのボスニア・ヘルセゴビナを、それぞれ獲得することを、 バルカン半島をめぐって対立するロシアとの中立協定の条件にしていた。ロト戦争でオーストリア・ハンガリーは中立を守り、1878年3月3日にロシアはオスマン帝国とサンステファノ条約を締結していた。1878年のベルリン会議でドイツのビスマルクは中立を宣言していたが、ポスト神事件以来、 ゴルチャコフ外相とは敵対関係になっていた。オーストリア・ハンガリーのアンドラーシ首相は、アンドラーシ外交と呼ばれるようになる、外交方針の転換を行い、ロシアの南下政策に反対するイギリスのディズレーリ首相とともに、ロシアへの宣戦線布告をちらつかせて、サンステファノ条約の破棄を迫り、ビスマルクもこれに肩入れした。アンドラーシ首相は、ボスニア・ヘルセゴビナ獲得に、 国内で批判が高まったことから、1879年10月2日に辞任を余儀なくされた。ロシアは三帝同盟から離脱し、フランスは外交的孤立から脱することになった。ゴルチャコフ外相は、反独外交を施行するようになり、この後に締結される、露仏同盟への基礎を築いていくことになる。1877年の議会選挙後は、 それ以前にも増してマクマオンと会員の間で圧力が増え、7年の任期を待たず1879年1月30日に、マクマオンが大統領の座を退いて、応党派の政権は終焉し、共和派のジュール・グレビが大統領に就任した。これ以降、言論、出版の自由が保障されたほか、政教分離が進むなど自由主義的諸改革が進展する一方、 バスティーユ襲撃の7月14日を国民祝祭日に共和制の象徴としてマリアンヌ像が後者に描かれるなど国民の間に共和制の理念を普及させる試みも推進された。フランスの工業力はドイツやアメリカほどではなかったが中産階級に支えられた銀行の資本力があった。ジュール・フェリー首相は資本を武器に 帝国主義政策を推し進めて、主にアフリカで植民地拡大を推進した。1881年のチュニジア侵攻で、フランス領チュニジアを事実上保護国化し、セネガルにも進出したほか、1882年にコンゴを分割して、フランス領コンゴとして保護国化し、1885年にマダガスカル島の港湾都市を確保し、 1891年にフランス領ギニアを保護国化した。1880年にロシア皇帝アレクサンドル2世は改革派のミハイル・ロリスイコール・メリコフを抜擢し、先制君主だった父ミカド・ニコライ1世が1826年に創設した秘密警察皇帝官房第3部を1880年8月に廃止し、 内務省警察部内にオフラーナとして解祖された。1881年3月13日にアレクサンドル2世暗殺事件が起こり、次の皇帝にはアレクサンドル3世が即位した。アレクサンドル3世の下で保守派のコンスタンチンポベドノスセフが権力を掌握し、5月4日に改革派のミハイル・ロリスイコール・メリコフラは失脚した。 ドイツのビスマルクは6月18日に保守派が復権したロシアと三帝協商を復活させロシアからの脅威を解消するとフランスのチュニジア政策に不満を持つイタリアとオーストリアとの間でも1882年に三国同盟を結んでビスマルク体制と呼ばれるフランス法移網を確立して大国間の勢力均衡崩壊を防ぐことに不信するようになり フランスは再び外交的に孤立した。1882年のパリブルズ暴落からユダヤ系の金融資本への不満が募り、各地でユダヤ人迫害事件が頻発した。インド市内の侵略はすでにナポレオン三世の時代から始まっていたが、トンキン戦争に勝利し、1883年1884年には現朝越南国に、 キビ条約と更新条約を認めさせ、フランス保護領トンキンを保護国化した。キヨシは保護国化に総主権を訴えて反対したが、ジュール・フェリー首相は、キヨシ戦争で撃破し、1885年の天津条約で、真のベトナムに対する総主権を否定させた。1887年にカンボジアと合わせて、フランス領インドシナ連邦を成立させ、 1893年には、ラオスも合わせその領域を拡大させた。また、19世紀末には、中国分割が本格化する中で、甲州湾付近に勢力を伸長させた。しかし、フランス国内では、左派は、軍事費の増大とそれに伴う国民への負担増、右派は、対ドイツ消極外交と関連づけて、こうした。 植民地拡大政策を批判した国内の軍部、とりわけ、フランス陸軍は、国内保守派の画像であり、政治に対する介入をほのめかすこともあったが、1885年の、議会選挙で、ジュール・フェリー率いる恩憲共和派が勝利した。1886年に急進派の援助で、フレシネヌ内閣が発足すると、ジョルジュブ・ランジェが、国防大臣のポストを得た。 彼は軍属でありながら、軍部の改革やドゥカズビル炭鉱での葬儀に対して、軍の派遣を拒否するなどして、民衆や、共和派の政治家からも支持されていた。1887年4月20日、独仏国境で、フランスの一警察官が、スパイ容疑で逮捕される、シュネブレ事件が起きた。ブーランジェは、対独教行論を主張し、 不ッ戦争以降の排外的国民的感情を刺激し、ビスマルクをして、独仏の友好にとって最大の危険人物と言わしめ、復讐将軍のあだ名を持つようになった。1887年5月に政権交代したモーリス・ルービエ内閣は、ブーランジェの人気を恐れ更迭、さらに軍籍を剥奪したが、 12月2日に、レジオンドヌール君賞収賄事件が発覚して、グレビ大統領が辞任し、12月3日の大統領選挙では、サディカルノーが対立候補のジュールフェリーを破り、新大統領に就任した。12月10日に、ブーランジスム運動の活動家による、ジュールフェリー暗殺未遂事件が起こった。12月12日に、ルービエ首相の辞任を余儀なくされた。 かえってブーランジェに対する人気は高まり、期待感は大きくなっていった。1888年7月に、会見反対派のフロケ首相と口論の末決闘となった。ブーランジェは、決闘には負けたものの、ブーランジスムと呼ばれる民衆の支持はかえって盛り上がり、圧倒的支持を受けた。共和勢力の衰退を見た反共和主義勢力の、 王党派やボナパルティストは、ブーランジェとの協力関係を結んだ。1889年1月27日の補欠選挙で勝利すると、クーデターを格索したが、肝心のブーランジェ本人が実行をためらったため、計画は打開し、フランス共和制は危機を脱した。2月22日に、フロケ首相が総辞職し、次の首相に就任したピエール・ティラルによって、 ブーランジェに逮捕状が発せられ、関係する組織は起訴されることとなった。身の危険を感じたブーランジェは、4月に、ベルギーへ亡命した。1889年9月の議会選挙が、実施され、その後は、ブーランジスム勢力は、急激に衰えていった。ビスマルクは、ルービエ首相とブーランジェ将軍の対立を期化として、 1887年6月18日のドクロ再保障条約を締結したが、そのような状況下でもフランスは各地への植民地拡大政策を進めた。このことは、不仏戦争の敗北で傷つけられた国民感情を癒し、国威発揚につながる面もあった。また、ビスマルクとしても、 フランスの軍事力がドイツへの復讐にではなく、植民地拡大に向かうことは歓迎できることであった。ところが、ビスマルク体制でのフランスの国際的孤立から、転換点となるのが、1888年6月15日の、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の即位であった。自ら率先して、国の舵取りを行うことを望んだ皇帝は1890年に、 ビスマルクを辞任に追いやった。また、外交上のフリーハンドを優先しどくろ、再保障条約の更新を見送った。これに反発したロシアは1891年から公然としてフランスに接近し、その軍事力と資本力を求めた。この後、フランスには陰謀と暗殺が相次ぐことになる。1892年に、 パナマ運河義国に関して伏せていた事件が、反ユダヤ系の新聞、ラリーブル・パロール紙に、大々的に報道されると、1893年の議会選挙で、ジョルジュ・クレマンソーは落選した。1894年6月24日に、サディカルノ大統領が、イタリア人アナーキストのサンテジェロニモカゼリオに暗殺された。1894年9月に、 フランス陸軍参謀本部勤務の隊であったユダヤ人アルフレード・ドレフィスがドイツへのスパイ容疑で逮捕されたが、これは冤罪事件であった。慌てた軍部は証拠不十分のまま非公開の軍法会議においてドレフィスに有罪判決を下した。フランスは1894年10月にロフツ同盟締結にこぎつけたが、11月1日に アレクサンドル3世が崩御して、ニコライ2世が即位し、イギリス育ちのアレクサンドラと結婚した。フランスはビスマルク体制の外交的孤立から脱却し、ヨーロッパの軍事情勢は流動化していった。1895年1月にフェリックス・フォールが大統領に就任すると、1896年にはパリにロシア皇帝ニコライ2世を迎え、 1897年には、東例でロシアを訪問し、露ツ同盟を内外にアピールした。一方、情報部や、家族の尽力の結果、1896年に、ジョルジュ・ピカール大佐が、証拠のメモから、ハンガリー生まれのフェルディナン・バルザン・エステルアジ少佐が、ドレフス事件の真犯人であると分かった。しかし軍部は、県民失墜を恐れて、もみ消しを図り、 形式的な裁判で、エステルアジを無罪とし釈放した。1897年、ジョルジュ・クレマンソーが、新聞、オーロール紙を主観し、ドレフス用語の論人を展開。1898年1月18日、作家のエミール・ゾラによる、フェリックス・フォール大統領宛ての、我が団外スに始まる公開質問状が、新聞、オーロール紙に掲載され、 その中で軍部を中心とする不正と虚偽の数々を徹底的に求断した。それまで細々と続けられてきたドレフィス支持の運動が盛り上がりを見せ始め、ドレフィス個人の事件から自由と民主主義、共和制擁語か田舎の一大政治闘争の色彩を帯び始め、フランス世論を2分して展開された。1898年5月の議会選挙で、 フォール大統領の進歩共和派は63議席を失う大敗を喫した。8月30日にアンリ・大佐が証拠の捏造を自白、翌8月31日に不審な形で自殺した。こうした騒ぎの中、1899年2月16日に現職のフォール大統領がマーガレット・スヒュレートの密会中に不審な形で死亡した。 1899年7月18日のパリの新聞ルマタン紙で証拠のメモと真犯人エステルアジが発表された。9月9日の最新でもドレフィスは有罪となったがエステルアジは召喚すらされなかった。9月19日にエミール・ルーベ大統領の大統領特赦でドレフィスは釈放された。 1902年4月27日の議会選挙で、ジョルジュク・レマンソーは、上院議員として、元老院に入りした。1902年9月29日に、エミール・ゾラも不審な形で死亡し、言論封殺を目的とする反対派による暗殺とも、騒がれた。エステル・アジは、1898年8月12日に、ロンドンへ亡命しており、 1903年から1906年にかけてラリーブル・パロール紙のイギリス特派員だった。結局、ドレフィスの無実が確定したのは1906年ことであった。この事件は軍の威信を傷つけ、軍部と保守派の力を大きく後退させ、その後のフランス軍の弱体化を招く一つの大きな要因となったと考えられている。事件後のフランス軍は、 植民地関連を除き単独での軍事的勝利を収めた経験を持たない。一方、ドレフィウスを擁護した民主主義、共和制擁護派が、その後のフランス政治の主導権を握り、第三共和制はようやく相対的安定を確保することができた。仏大戦争と雲南問題1888年に、フランスは大保護領シップソーン地帯をフランスの保護国化したが、 併合に、不服の大が1893年に、仏大戦争を起こした。これに勝利したフランスは、フランス保護領ラオスをもフランス領インドシナに併合し、同年には、ロ仏同盟を結んでいた。フランスは、中国分割において1895年に三国干渉した。ことから、イギリスにとっては、フランスとロシアとが連携して、 イギリスを攻撃してくる恐れが生じた。ソールズベリー公爵が、新国の領土保全を訴え、新たに、イギリスとの間に、雲南問題を抱えたが、1896年に、イギリス・フランス両国は、シャムとメイコーン上流域に関する英仏宣言を、締結した。スウェズ運河建設とフランス領ソマリフェルディナンド、レセップスのスウェズ運河建設は、 1859年から始まり1869年に完成。この間の1859年に、フランス第二帝政はタジュラワン・オーボック港を咀嚼した。1875年に、ムハンマド・アリー・アサ、エジプト・ヘディーブのイスマー・イール・パッシャが、スエズ運河の株44%を400万ポンドで売りに出した。 イギリスの首相ベンジャミン・ディズレイリは、イギリスの憲法制度に反して、議会の承認なしに、ロスチャイルド家から借り受けた、購入資金でこの株を購入し、筆頭株主となった。エチオピア帝国の皇帝メネリク2世は、イタリア離れと軍事力増強のために、フランスに接近を試み、1894年に、ジブチ市からエチオピアのハラールまでの鉄道不設権を、 フランス企業に与えた。タジュラ湾周辺に勢力を拡大したフランスは、第一次エチオピア戦争中の1896年5月20日に、フランス領ソマリとしてこの地を植民地化した。ファショダ事件セネガルからジブチマダガスカルまでアフリカを横断するように拠点を広げていたフランスは、カイロから、 ケープタウンインドのカルカッタを結ぶ 3C 政策を意図していたイギリスと不可否的に対立を深めることになった。両者の対立は1898年にスーダンで両国軍が退治したファショダ事件で頂点に達するが、当時の外相テオフィル・デルカッセがイギリスとの対立よりドイツへの警戒を優先させ、イギリスに対して妥協的姿勢を見せた。 これにより両国関係は好転し、徐々に対ドイツ政策などで協調を見せるようになった。ヨーロッパの列強諸国は植民地や勢力圏の再配分を要求し、各国の帝国主義的対立が深まっていた。しかしながら、紛争や対立はアジアアフリカ地域及びバルカン半島などに限られていた。不屈戦争から第一次世界大戦までの間、 戦争から遠ざかっていたヨーロッパでは19世紀末からの工芸期も手伝って一大繁栄期を迎える。中産階級に支えられた世紀末文化、成熟した市民文化はベルエポックと呼ばれ、フランスでは1900年に開かれたパリ・万国博覧会がその象徴となった。近代化や科学文明の発展もあり、人々の間には 進歩主義が蔓延した。日英同盟と英仏教商同時期にドイツはイギリスのシ c 政策に対抗したベルリンビザンティウムバグダードを結ぶ鉄道建設政策3バイト政策を推進した。互いの権益が重なることからイギリスとドイツは対立を深めていった。イギリスは栄光ある孤立の立場を取っていたが、 極東におけるロシアと日本の対立が深まると1902年に日英同盟を対ドイツ政策として英仏協商を1904年に調印した。英仏協商の妥協によってフランスがモロッコにおける優越権を獲得した。第一次モロッコ事件ドイツはモロッコにおけるフランスの優越権を認めておらず日露戦争の法天海戦によって露仏同盟の相手である。 ロシア軍が動けなくなったことを知ると、1905年3月に、タンジール事件を始めた。6月に、ルービエ首相は、対独強硬派のデルカス世界相を更迭して、戦争を回避し、1906年1月に、ドイツの要求したアルヘシラス会議のテーブルに着いた。4月7日成立したアルヘシラス議定書では、ドイツの思惑とは異なり、実質的な支配権は、 フランスとスペインにあった。フランス社会党の成立与党に対抗すべき、社会主義政党も離合集散を繰り返しており、後半の支持を得ることはできていない状況が続いた。労働運動は、労働組合のゼネストによって、社会革命を目指すサンディカリズムが現れた。この運動は1905年に、フランス社会党が成立したことで、一応の落ち着きを見せ、その年に、 政教分離法が成立し、第三共和制は安定を迎えた。日露戦争後の軍事的リバランスロフツ同盟の相手、ロシアでは1904年7月15日に対日強硬派で保守派のオビアチェスラフ・プレーベ内相が SL 島に暗殺され、1905年1月9日の地の日曜日事件でロシア第一革命始まり10月17日に セルゲイ・ビッテラが10月少々を出すことで収束し、保守派のポベドノスセフや恩賢派のスブヤト・ポル・クミルスキーらが隕石辞任した。ドゥーマの創設後に、ニコライ2世はあまりに自由主義的であるという理由でドゥーマを解散し、7月21日に改革派のピョートル・ストルイピンが首相に抜擢された。ストルイピン首相は内政面では、 ストルイピン改革を実施し、外交面では、日露戦争の結果からロシアは、東アジアでの南下政策を転換し、不登校を求め、バルカン半島への進出に力を入れ始め、この、ロシアの方針転換は、オーストリアとの対立を深めた。ロシアは、対ドイツオーストリアを優先させ、日英同盟を結んでいたイギリスと1907年に、英路協商を締結し、 これにより、イギリス、フランス、ロシアは、ドイツとオーストリアを共通の敵として三国協商関係を築く。フランスは、本来三国同盟の一員であったイタリアが、未回収のイタリアをめぐって、オーストリアと関係が悪化したことから、不追協商を1902年に結んでいる。このためにドイツは、オーストリアとの関係を重視し、 ドイツ人衛隊三国協商という構図が明確になった。1907年6月にクーデターによってドゥーマを解散したストルイピン首相はニコライ2世と対立するようになった。1911年9月14日にストルイピン首相はニコライ2世の側近グリゴリーラスプーチンに今日お前は殺されると言われていたが、 その日のうちに秘密警察オフラーナのドミトリー・ポグロフによってニコライ2世の午前で暗殺された。ニコライ2世がビッテやストルイピンを避けてラス・プーチンを近づけたためにロフツ同盟の相手ロシアは弱体化して破滅に向かっていった。アメリカのマッキンリー大統領は米西戦争、ハワイ併合、米非戦争で太平洋へ進出していたが、 1901年9月6日に暗殺され、セオドア・ルーズベルトが大統領に昇格した。ルーズベルト大統領は1905年にポーツマス条約を仲介すると、1907年に大西洋艦隊を太平洋へ開港するグレート・ホワイト・フリートのデモンストレーションで軍事力を誇示した。アメリカ政府はパナマ運河の建設をフランスから引き継ぎ、 1903年のパナマ運が条約締結して工事を開始し、1914年8月15日に開通した。アメリカの軍事力に警戒感を示したイギリスでは対米感情が悪化し、1908年のロンドンオリンピックでは険悪な関係となった。こうした中、フランスのルービエ首相は対日関係で1906年に 初代中日フランス大使、オーギュスト・ジェラールを着任させ、翌1907年に日仏協約の締結によって、日本政府にベトナム人留学生のドンズ運動を抑圧させた。第二次モロッコ事件仏独関係は、1911年の第二次モロッコ事件で、再び緊張した。ドイツはモロッコに対する要求を放棄し、その代償として、フランス領。 今後の一部であったノイカメルーンを獲得し、ドイツ領カメルーンの領土を拡大した。1912年3月30日のフェス条約、締結後も、出独関係は緊張の度合いが高いまま残された。1914年6月に発生したサライボ事件により、ヨーロッパ諸国の緊張が高まると、参戦国では、主要政党が結束して、国を支える。 巨国一致体制が成立した。当初、フランスでも社会党が戦争反対の姿勢だったが、1914年7月31日に、その指導者のジャンジョレスが右翼のラウール・ビランに暗殺され、巨国一致体制が成立した。8月4日に、首相、ルネ・ビビアニが呼びかけた議会での採決は、レーモント・ポアンカレ大統領が提唱したユニオン・サクレに賛成し、 全会一致で可決された。フランス社会党をはじめとする各社会主義政党の自国政府支持の姿勢は第二インターナショナルの崩壊を招き、金打ち平和の状況を作り出した。オーストリアの最後通帳をセルビアが拒否し、情勢を戦争深い日と見たロシアは7月31日に総動員令を布告した。 三国同盟に基づいて、オーストリアと対応を協議したドイツはかねてからの、シュリーフェンプランを発動させて8月1日に、総動員令を下し、翌2日に、ロシアに対して、宣戦布告、さらに3日にはフランスに対して、宣戦布告した。ロフツ同盟を結んでいた、フランスも8月1日に総動員を加齢し、ジョゼフ・ジョフル陸軍最高司令官が策定した。 対ドイツ戦計画、プラン17を発動した。1839年のロンドン条約において、ベルギーの中立を保障していたイギリスは、ドイツ軍のベルギー侵入を確認すると、外交交渉を諦め、8月4日にドイツに戦線布告フランスへの海外派遣軍の派遣を決定した。こうした同盟、協商関係や戦争計画による、 連鎖的に始まった第一次世界大戦は、フランス、ロシア、イギリスを中心とする、協商国対ドイツ、オーストリアなどの中央、同盟国という構図になった。この戦争は、ヨーロッパとって、不仏戦争以来約40年ぶりであり、フランス国民はドイツへの敵外心と、アルザス・ロレーヌ奪還という国家宣伝と愛国心の、熱情に押されて軍隊へと死我にし、予備役兵は、 この戦争を神聖な祖国防衛戦争として捉え、ラ・マルセイズを交渉した。総力戦と国民生活物量戦となった戦争を戦い抜くために各国は国力を総動員する総力戦体制が作られた。政府の指示による軍事工業編成、女性や青少年の動員、兵士の死体の撮影が禁止されるなど国民への統制がなされた。 フランスは自国の植民地から資源や労力を得ることで比較的緩やかな統制であった。また、ドイツの飛行船ツェッペリンによる空襲やパリに迫ったドイツ軍による砲撃から逃れるために子供ら50万人が疎開した。序盤から終盤戦争はドイツ軍のベルギー侵入では始まった。フランドルにおいてドイツ軍と英仏軍との最初の戦闘となり、 このフロンティアの戦いで英仏軍はドイツ軍に圧倒された。9月に入り、ドイツ軍はパリ東方のマルヌ川まで迫ったものの、マルヌ海戦でフランス陸軍パリ防衛司令官のジョゼフ・ガーリエニーがルノーのタクシーを使った史上空前のピストン輸送を実施し、防衛線を構築してドイツ軍の進攻を阻止した。ドイツ軍は 交代を余儀なくされ、シュリーフェンプランは頓挫した。第一次マルヌ海戦の後、両軍は、フランス北東部に残号を構築し、持久戦へと移行した。両軍が気づき始めた、残号戦は、やがて、スイス国境から、ベルギーのフラーマン海岸まで続く戦として繋がった。いわゆる、海へのレースである。各国の弾薬消費量も戦前の予想をはるかに、 上回る量となった。残豪戦は、その後4年間続くが、両軍の軍指導者はそれまでの作戦や戦術を根本的に改めようとはしなかった。司令官が交代しても、後任は同じ軍事思想を身につけた軍人であり、ただ兵員や兵器の量を増やし、攻撃箇所を変更するぐらいしか変化はなかった。迫撃砲、火炎放射器、毒ガス、戦車、 戦闘機など新兵器が次々に登場したが、それらはいずれも戦局を変える決定的要因にはならず、西部戦線での戦闘は長期消耗戦の様相を呈した。ドイツ軍が占領地を防御しようとする一方で、英仏軍は攻勢を取ろうと努めた。英仏軍の残豪は、ドイツ軍の防御戦を突破するまでの一時的なものとしか考えられておらず、 ドイツ軍の残豪は、英仏軍の残豪よりも、堅固に構築されていた。1915年から1917年を通じて、両軍は、何百万という死傷者を出したが、英仏軍の損害は、ドイツ軍の損害を上回った。1916年のベルダンの戦い、そして1916年夏の孫ムの戦いにおける、英仏軍の失敗により、 フランス陸軍は一時は崩壊の瀬戸際まで追い詰められた。1917年春のニベル構成では無益な正面攻撃でフランス不評部隊が大損害を受けたために戦闘後に公明事件が発生した。終盤ドイツ参謀王長エイリヒル・ウデンドルフはアメリカ軍の参戦によりこれ以上長引く戦争に勝利することはできないことを悟っていた。 戦争の長期化により、ヨーロッパ全土で社会崩壊と革命の可能性が高まることを恐れるようになった。しかし、ロシア革命による東部戦線からの増援と新しい不評戦術の使用により、西部戦線での迅速な攻勢によって決定的な勝利を得ることに大きな望みをかけていた。作戦は、 英仏領軍の中間に攻勢をかけて分断し、イギリス軍を北に圧迫して、ドーバー海峡へ遠いあることを目標としていた。決定的な勝利を得るために、浸透戦術の徹底、飛行機の活用、詳細な砲撃計画、毒ガスの大規模な使用が図られた。1918年3月21日、1918年春季構成の初戦である。 ミハイル作戦が発動された。英仏領軍は感激を疲れ、8日間の戦闘により65キロも後退した。パリ東方100キロに到達したドイツ軍は、1914年以来初めてパリを砲撃の射程圏内に収めた。3門のクルップ製長大型列車砲がパリに183発の砲弾を打ち込み、多くの市民がパリから脱出した。 ドイツ軍の攻勢を受けて、英仏両軍は、指揮系統の統一に同意し、総司令官として、フェルディナン・フォッシュが任命された。フォッシュは巧みに戦線を再構築してルーデンドルフが、意図していた、突破の可能性をくじき、戦闘は従来と同様の消耗戦の様相を、呈していった。5月には、アメリカ軍師団が初めて前線に投入され、夏までに、 毎月30万人の兵士がアメリカから輸送された。総兵力210万人のアメリカ軍の登場によって、それまで均衡を保っていた西部戦線に変化が生じた。保守はドイツ軍の攻勢によってマルヌ付近に形成された突起部に対する反転攻勢を起とし、7月に第2次マルヌ海戦が発生した。 連合軍による攻撃はこれまでに見ない成功を収め、翌8月には突起部が解消された。この戦闘が終了した2日後には、アミアンの戦いが開始され、600両以上の戦車と800機の飛行機を使用した。この戦闘で、連合軍は全前,前線において、前線突破に成功し、ヒンデンブルクは、この8月8日を、ドイツ軍にとり最悪の1日と称することになった。 9月になると、ジョン・パーシングに率いられたアメリカ軍が50万以上の兵力を投入したサン・ミッシェルの戦いが開始された。これに続いて、アメリカ軍は10個師団を投入して、ムーズ・アルゴンヌ構成を実施した。1918年9月29日に、ブルガリア、トルコは10月30日に休戦した。ハプスブルク体制の崩壊により、オーストリアとハンガリーは、 別々の休戦協定に署名した。また、ドイツ帝国も敗北を認識し、9月28日、スパで開かれていた大本営はウィルソンに講和交渉要請を決定した。11月4日になると、キールの水兵らが反乱を起こし、その後も、各地で霊帝の結成と暴動が相次いだ。バイエルン王国などの帝国諸法では相次いで、君主制が廃止され、 帝国の秩序は崩壊し始めた。11月9日に皇帝はオランダに亡命し、後日退位を表明した。結果として帝政は崩壊し、新しいドイツバイマル共和制が生まれた。休戦交渉は共和制政府によって引き継がれており、11月7日にパリ郊外コンピエーニュの森で休戦協定交渉が開始された。 11月11日、食堂車 2419D の車内において、ドイツと連合軍との休戦協定が調印され、11月11日午前11時に、軍事行動は停止された。この日を各国では、休戦記念日と呼び祝っている。左からロイド・ジョージ、ビット・リオ・エマヌエレ・レオルランド、ジョルジュ・クレ・マンソー、ウッドロー・ウィルソン1919年に1月18日より、 パリに、アメリカのウィルソン大統領、イギリスのロイド・ジョージ首相、フランスのクレマンソー首相、イタリアのビットオリオ・エマヌエレ・オルランド首相など、連合国の首脳が集まり、パリ講和会議が行われた。しかし、講和条件をめぐって、会議は紛糾し、対ドイツ講和条約である、ベルサイユ条約が調印されたのは6月28日、対オーストリア講和条約である。 サンジェルマン条約が調印されたのは9月10日、対ブルガリア講和条約である、ヌイ条約が締結されたのは11月27日であった。アメリカはこれらの条約に調印したが、国際連盟構想などに反発した議会の承認が得られず、ヌイ条約以外には批准しなかった。このためアメリカは1921年8月11日に、米独平和条約、 8月24日に、米欧平和条約、8月29日に、米広島平和条約を個別に締結して講和した。戦争で破壊された、ベルギーのイープルの街戦線が拡大し、長期にわたった戦争は膨大な犠牲者を生み出した。戦闘員の戦死者は900万人、非戦闘員の死者は1000万人、負傷者は2200万人と推定されている。 国別の戦死者は、ドイツ177万人、オーストリア120万人、イギリス91万人、フランス136万人、ロシア170万人、イタリア65万人、セルビア37万人、アメリカ13万人に及んだ。またこの戦争によって、当時流行していた、スペイン風邪が船舶を伝い伝染して、世界的に猛威を振るい、戦没者を上回る。 数の病没者を出した。機関兵の中には、残豪戦の長期化で一瞬で、手足や命を奪われる恐怖にさらされ続けた結果、シェルショック、後の PTSD と呼ばれる症状にかかる者も,もいた。これまでの戦争では、戦勝国は、戦費や戦争による、損失の全部、または一部を敗戦国からの賠償金によって取り戻すことが通例だったが、 三戦国のほとんどが国力を出し尽くした第一次世界大戦による損害は、もはや敗戦国からの賠償金程度で、どうにかなる規模をはるかに超えてしまっていた。しかしながら、莫大な資源、国府の消耗、そして膨大な死者を生み出した戦争を、人々は憎み、戦勝国は敗戦国に報復的で過酷な条件を突きつけることとなった。 1918年11月、古い戦争の思想のもとに始められた第一次世界大戦は、機関銃や航空機、戦車をはじめとする新しい大量殺戮兵器の出現や戦線の全世界への拡大により、開戦当時には予想もしなかった未曾有の犠牲をもってようやく終了した。国土の多くが戦場となったフランスでは、死者100万人以上、 負傷者も400万人以上に上り、国民の体独復讐心は極めて強いものになっていた。特に30歳以下の人口の4分の一を失ったことは、人口統計学的に出生率が横ばいであった。フランスにとっては痛手であった。このことは、軍備の再建にも影響を及ぼし、後のマジノ戦建設の要因となる。九百十九年一月より、 パリで講和会議が始められた。フランス代表のクレマンソーはドイツに対する強硬姿勢を崩さず、6月末に調印されたベルサイユ条約は報復的なものとなった。講和会議においては、アメリカのウィルソン大統領が提唱した14箇条に乗っ取った国際秩序を目指したが、植民地などの既得権益にイギリスやフランスは固執した。 しかし肝心のアメリカがベルサイユ条約を批准しなかったためにフランスは独自の外交政策を展開。国内経済の安定とドイツへの牽制のために中央ヨーロッパ諸国の商教省のシステムに参加することとなった。国際連盟のシステムが不完全な中で1922年にウォレン・ハーディング大統領が中心となってワシントン会議を開催。 の主力艦の保有量の制限を決めたワシントン、海軍軍縮条約などを締結した。こうした、対独姿勢は続き、1923年に、ポアンカレウハ内閣は、ドイツの賠償金支払いの延滞を口実として、ドイツ有数の工業地域である、ルール地方に対して、ベルギーとともに、ルール占領を決行した。しかし、ルール占領の試みは、ドイツの、 反復感情を高めただけで、フランスに経済的利益をもたらしたわけではなく、国際的非難を浴びるに至った。1924年のパリオリンピック開催中の6月14日に、エリオ級新社会党内閣が成立、対独姿勢に変化が見られるようになった。同年には、アメリカ合衆国の提示した同図案によって、 ドイツの賠償金支払いにも道筋が示され、ヨーロッパは相対的に安定した時期へと突入した。フランスのブリアン外相はドイツと協調外交を展開し、25年にはルール撤退を完了させた。同じく25年には国際協調外交を推進するドイツ外相、シュトレーゼマンの定義に橋を発するロカルノ条約を結ぶ。 翌1926年9月にドイツが国際連盟に加盟したことにより条約が発効。ドイツは国際社会への復帰を果たした。1928年にはアメリカの国務長官フランク・ケロッグとフランスの外務大臣アリスティード・ブリアン両名による付戦条約が締結。また1930年には 連合軍がラインラントからの撤退を完了させるなど、国際協調の機運が高まり、ヨーロッパに、つかの間の平穏が訪れた。1929年に、アメリカ合衆国で起こった株価の大暴落が、引き金となり、ヨーロッパ各国にまで不況が広がった。いわゆる世界恐慌である。このことがドイツにおける、ヒトラー政権の成立を引き起こし、 フランスは深刻な安全保障上の危機を迎えることになった。1932年にはフランスでも世界恐慌の影響が出始めた。植民地や友好国とフラン通過圏を築いたが、情勢は安定しなかった。1932年5月6日、ポール・ドゥメール大統領が白系ロシア移民、パベル・ゴルギュロフに銃撃され、翌日死亡した。 選挙によって5月10日に就任した新大統領アルベールルブランの下でエドゥアール・エリオ内閣が誕生した。1933年末に起きた疑国事件であるスタビスキー事件をきっかけに翌1934年1月27日に急新社会党のカミリー・ショータン内閣が総辞職。事態は収まらず、極右団体アクション、フランセーズやクロアド風、 さらには、フランス共産党までもが、国会周辺に集まりこわだかに、政府批判を展開。その一部は議場にまでなだれ込み、事態は緊迫した。この暴動で16名の死者と2304名の負傷者を出し、1934年2月6日の危機が、とどめとなり、ダラビエ内閣は、 議会からの信任を得たにもかかわらず、責任を取って2月7日に総辞職した。1934年2月9日に次のガストン・ドゥメルグ内閣が誕生した。1934年10月9日に、ユーゴスラビア国王、アレクサンダル・一世と、フランス外相、ルイ・バルトゥーが、内部マケドニア革命組織のブラド・チェルノゼムスキによって、マルセイユで暗殺された。 バルトゥーの公認の外相には、ピエール・ラバルが就任した。翌1935年3月16日に、ヒトラーが再軍備宣言を行うと、4月に、ラバル外相は、イタリア、英国、フランスによる連携、ストレーザ戦線で対抗した。フランスはドイツに、東西から圧力をかけるため、中央ヨーロッパ諸国の商協省との関係強化や5月2日の、 不祖相互援助条約成立を図る。6月18日にイギリスがソ連への牽制を狙ってナチスドイツと英独海軍協定を結んだことで、差したる圧力もかけられぬまま、三国の連携、ストレーザ戦線は崩壊した。12月に第二次ロンドン海軍軍縮会議が英米仏の三国のみで行われた。 翌九百三十六年三月七日にドイツはフッソ相互援助条約を理由にラインラント進中に踏み切る。これに対してもアルベールサロー首相が消極的姿勢を示したことで中央ヨーロッパ諸国の消極症の信用を失いフランスとの同盟を締結していたベルギーは中立宣言を行うに至る。フッソ相互援助条約やヒトラー政権の樹立 右翼団体の動きなどに刺激された左派、スターリンから要請を受けた共産党とが反ファシズムを旗印に人民戦線が結成された。1936年5月3日に戦前最後の選挙で人民戦線が圧勝し、6月4日に社会党のレオンブルムを首相とする第一次ブルム人民戦線内閣が成立した。 ブルムは通貨安競争対策として、アメリカやイギリスと三国通貨協定を結ぶ一方で、金ホミー制を離脱し、フランを切り下げ、大規模な公共事業を行い、軍事産業にも多くの予算を投入して、国防を充実させ、不況からの脱出を図った。また、週40時間労働制、2週間の有給休,休暇制といった、労働政策の充実を進めた。 これらの政策は労働者側には支持されたが、多くの資本が外国に移ってしまい、ドイツとの再軍備競争に影響を与えた。加えて7月17日に勃発したスペイン内戦への対応をめぐり、内部で対立が鮮明化した。イギリスの圧力と自国に内乱が波及するのを恐れた。政府は8月に不干渉の方針を示すが、これに対して共産党は、 不満を強めた。1937年6月22日にブルムは退陣を余儀なくされた。次のカミー・ユショータン首相の人民戦線内閣でも内部での対立が絶えなかった。1938年2月20日にイギリスのイーデン外相がネビル・チェンバレン首相の対ドイツ・イタリア優和政策に反対して辞任、政変に揺れるフランスでも カミーユショータンが辞任して、レオン・ブルムが新首相に就任した3月13日に、外交的空白をついて、ドイツによるオーストリア併合が行われた。この後も、人民戦線内部では、対立が絶えず、4月10日に、レオン・ブルムの第二次人民戦線内閣は崩壊した。1938年4月に成立した、ダラディエ第3次内閣は、 ドイツのズデーテン地方割動問題に対して、チェコスロバキアに軍事援助を行った。一方で、イギリス首相、ネビル・チェンバレンはチェコスロバキアに、譲歩させて、戦争を回避する腹を固め、9月18日に、フランス首相、ダラディエと外相ジョルジュ・ボネをロンドンに招いて協議し、ダラディエも、チェンバレンの意見に、同意、9月のミュンヘン会談で、 イギリスの優和政策に同調して、ヒトラーのズレーテン地方併合を容認した。その後のナチスのチェコ親中に至り、英仏とも優和政策の限界を感じポーランドギリシャと安全保障を結んだ。さらに、ソ連との交渉を行おうとしたが、対ソ連の歩調が揃うのに時間がかかった。加えて、ミュンヘン会談を、 ソ連抜きで進めたことや1939年1月にスペインのフランコ政権を容認したことはスターリンの普通不信を強めさせ8月23日の独ソ不可侵条約を招くことになった8月22日のブレッド合議で消去症は解体されフランスの対独法移網は無力化されていた1939年9月1日にドイツは ポーランドに侵攻、それを受けて行われた、イギリス及び、フランスの宣戦線布告により、第二次世界大戦は開始された。やかし戦争パリ陥落1939年9月1日に、ドイツがポーランドに侵攻すると、9月3日にフランスと、イギリスはドイツに対し宣戦線布告し、軍を動員して、フランスドイツ国境及びフランスベルギー国境沿いに、 大規模な陸軍部隊を展開した。英仏領軍は、マジの線から、ベルギー国境にかけて、部隊を配置したが、第一次世界大戦における防御側有利の経験に、基づいて、積極的に攻撃を仕掛けることはなかった。1940年5月、ドイツ軍のフランス侵攻が開始された。参謀総長及び総司令官であった。 モーリス・ガムラン大将の失策に加えて、戦車の集団的運用を核にしたドイツ軍の電撃戦によって、英仏軍の前線は突破され、フランス政府と軍首脳は数日のうちに戦意を喪失した。英陸軍は、ダンケルクの戦いにおけるドイツ軍のミスにより、イギリス海外派遣軍のほぼ全てを英国本土に撤退させることに成功する。 南方に進路を変えたドイツ軍は、パリをはじめとしたフランス北部を占領し、戦闘継続を訴えたポール・レノー首相は急戦派に、屈指辞任、後継に全大戦の英雄である、フィリップ・ペタン元帥を指名した。ビシー政権の成立第二次世界大戦中の1940年春、ドイツの進攻で、フランス軍が敗北を続ける中、84歳のペタンは、 レノー内閣の副首相に任命された。ペタンは、ウェーガン陸軍総司令官と共に、対独講和を主張し、主戦派のレノーを圧迫した。6月17日に、レノー内閣が倒れると、ペタンは、公認の首相に任命された。6月21日、ペタン率いるフランス政府はドイツに休戦を申し込み、翌6月22日に休戦は成立した。 独仏休戦協定によってパリを含むフランス北部と東部はドイツの占領下に置かれフランス政府は南フランスの BC に移った7月10日 BC で開催された国民議会は圧倒的多数で憲法的法律を制定したその内容はフランス国の新しい憲法を交付することを目的として ペタン元帥の権威の及び署名のもとにある共和国の政府に全ての権限を与えるというものであった。以降ペタンはフランス国主席となった。これ以降の政権はビシー政権と呼ばれる。7月11日、ペタンは憲法行為2号によって第三共和制憲法の破棄を宣伝した。こうしてフランス第三共和制は70年の歴史に 事実上幕を閉じることとなった。ビシー政府は、対独協力政府として1944年まで存続したが、連合国の優勢が明白になると、ビシー政府内では、第三共和制の復活を模索する動きも現れた。1944年8月、ピエール・ラバル首相は、パリに、第三共和制議会を復活させようとしたが失敗し、ビシー政権は、 ドイツ軍の敗退と共に崩壊することになる。ロンドン亡命政府、自由フランスの成立一方で、レノー政権の国防次官で、ペタンの部下でもあったシャルル・ド・ゴール准将は、ロンドンに亡命し、1940年6月18日に、自由、フランスを結成した。フランス国民解放委員会の設立1943年6月に、アルジェリアで自由フランスと、 北アフリカの統合が成立し、ドゴールとアンリジローを共同代表とするフランス国民解放委員会が結成されたが、権力闘争に敗れたジローは11月9日に議長の地位を失った。1944年1月、ドゴールはブラザビル会議で植民地の協力と引き換えに戦後の自治拡大を約束した。イギリスやアメリカ合衆国は、 フランス領インドシナを経由する普通インルートから中華民国の小解析政権に対する支援を行っていたが1940年6月17日にパリが陥落すると6月19日にインドシナ総督ジョルジュカトルー将軍も普通インルートの閉鎖を受け入れた9月23日に日本軍は北部普通イン進駐を開始した11月25日には タイフランス領インドシナ紛争が始まり、1941年5月9日に東京条約が締結された。7月28日に日本軍は南部仏印進駐を開始した。1944年8月9日、フランス共和国臨時政府はビシー政権が発した命令の無効を宣言し、第三共和制の破棄を決めた処法令も無効化された。 臨時政府は、ビシー政権の存在を否認し、第三共和制が存続していたという建前を取っていたものの、新憲法制定によって新たな共和制をスタートさせることにした。8月20日に、シャルル・ド・ゴールが、閣僚評議会議長に就任。8月25日パリは解放された。同日、ジョルジュ・ビドーが、外相に任命された。 B.C. 政権関係者の粛清、エピュラシオンが実施され、1945年10月15日に、ピエール・ラバル元首相らが銃殺された。10月21日に、戦後初の選挙が実施され、モーリストレーズ率いるフランス共産党が第一党となった。1946年1月20日に、突如、 ドゴールが辞任し、1月26日にフェリックス・グーアンが閣僚評議会議長に就任。フランスは2月28日と3月6日にベトミンと予備協定のハノイ暫定協定を締結した。6月24日にジョルジュ・ビドーが閣僚評議会議長となり、6月から9月までフランス本国のフォンテーヌ・ブローでフォンテーヌ・ブロー会談が行われたが、 ドゴールのいないフランスには、ブラザビル会議での約束を守ろうというものはおらず、会談は決裂した。終戦後、1946年10月27日、第4共和制憲法が施行され、第3共和制憲法は、正式に無効となった。11月28日に、ビドが辞任し、レオンブルムが、閣僚評議会議長となった。 12月19日に第一次インドシナ戦争が勃発。ありがとうございます。